広島東洋カープ春季キャンプ中の市岡隆二投手とアドゥア誠投手が国税庁のホームページから税務申告をする e-tax での確定申告の体験を2月6日の練習前に天福球場内で行いました。選手による確定申告の PR は今年で12回目。年俸1億円を想定して、市岡投手はパソコンで収入金額やマイナンバーなどを入力する作業を体験しました。1億円に対し、自動計算で出された納税額は2339万6200円。今年からサラリーマンを対象としたスマートフォン専用画面ができ、アドゥア投手はタブレット画面を税務署の職員と確認しながら操作しました。 2,3 週間ほどで還付金が返ってくるメリットがある e-tax での確定申告の体験をしてみた市岡投手は、思ったより早く終わってすごいなと思います。はい、これなら忙しい間にできるなと。タブレットで操作したアドゥア投手は、はい、かなり簡単でした。まあ、勉強はできないんですけど、これなら自分でもできそう。想定収入1億円の申告について、どうだったでしょうか。そうですね、アドゥアに負けないように頑張ります。市岡さんに負けないように頑張ります。今年のカープは今年のカープは水金地下木ドッテンカープ。申告書にはマイナンバー、今年からスマホでも申告できます。詳しくは国税庁ホームページです。はい、ありがとうございます。税務署では2月18日から確定申告書の受付と相談会場を開設しています。2018年分所得税の確定申告は3月15日まで、消費税の申告は4月1日までとなっています。